はい、ゆうかりチャンネルです。今日はメランジモヘアで編んだスヌードを紹介したいと思います。編み方はまた今度編み図にするので、こんな感じで結構ふわーっとした感じで、これは軽くてすごくあったかい仕上がりになったので、また編み方は動画で紹介していきたいと思います。で、同じ編み方でこっちはオパールケートの気仙沼シリーズの何だったっけ、森、ちょっと名前が確かじゃないんですが、こちらも同じ編み方で編んでます。でこっちは同じぐらいの太さかなと思ったんですけど、ちょっと小さめにできてしまったので、目数を調整して編み直そうかなと思ってます。これもね、段染めになってるのですごい柄が可愛いです。首周りにつけるとちょっと華やかな感じになると思います。また編み方は次回の動画で紹介していきます。あとなんかこのセリアさんで買ったネップツイードを使って、なんか小さいポーチを編もうと思ったらこんな風になってしまって、あーちょっと納得いかないなと、猫にしようか熊にしようかと思ってたんですけど、途中までやって放置してます。こんな感じでいつも試作を作りながらほどいたり編み直したり目数を調整したりして、試作ができてからしか動画が撮れないので、もう少しお待ちください。じゃーん、最近買った毛糸を紹介します。ウイスターバンビーノ、バンビーノ、なんか布袋さんの曲にあったり違う、この色の出方がすごく可愛いので、これがクラフト東海さんで買いました。748円、こちら2玉色違いで買ってきました。こちらの色番がカラーナンバーが6番のバンビーノと、こちらが3番のバンビーノを買ってきました。編んだものはなかったんですけど、この段染めの写真チラシみたいなのが置いてあって、その色の出方がこの2つが良かったのでこれにしました。めちゃくちゃ可愛い。これでなんか編みぐるみ編みたいって思って、これアクリルが 75%、 コットン 25% ですね。うん、かわいいウサギとかができそうじゃないですか。またこれも何か編んでいったら、編んでから動画にできたらなと思ってます。で昨日パパと台風対策をして、外のものを全部片付けて、今朝自転車を庭に上げて倒して、また雨戸を閉めて、養生テープも買ってきたんですけど、養生テープがもう本当にお昼の時点で完売という。で仕事終わりに、食品も買いに行ったんですけど、パンのコーナーとお水ももう全然なくて、残ってるのはどら焼きぐらいしかなかったんですよね。まあ、停電したり断水になったりガスが止まったりした時のために、冷凍庫でペットボトルを凍らせておいたり、あとはお風呂のお水を溜めておいたりして今備えています。ご飯もちょっと多めに炊いて、今日は一日家でゆっくりしたいと思います。皆さんも十分気をつけてください。ではでは、バイチャー。